歌舞伎俳優の市川團十郎白猿さんが自身のブログを更新。この日、團十郎さんは家族3人で日向ぼっこをしながら2人に内緒のご褒美を用意していることを報告した。日光浴、髪の毛と木のコラボ、リラックスと綴り、写真を公開した。続いて、日向ぼっこ、太陽出てると気持ちいい、3人で日向ぼっこ。実は2人に舞台のご褒美を用意してます、内緒ですが、とブログを締めくくっていた。この投稿にファンからは、團十郎さん名カメラマン、一体化してますね、わらわら。れいかちゃん、カンカン君へのご褒美は一体何でしょうか、気になりますね、とたくさんのコメントが寄せられていた。ネタ、市川團十郎白猿。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。